茨城県道125号中里坂道線坂東市、坂西茨城県道125号中里、坂道線は茨城県小賀市東山電寺中里から坂道市に至る一般県道である。小賀市東山電寺中里の東山電交差点を起点に県道筑波小賀線より分岐して南下し、坂道市、岩井まで南北に結ぶ。 延長約1 5トルの一般県道である。1959年10月14日、新たな県道として、佐島郡三和村大和中里を起点とし、佐島郡佐島町を経由して、佐島郡岩井町を終点とする区間を、本路線する県道中里岩井線として、茨城県が県道路線認定した。2006年、平成の大合併により、 岩石が消滅し、坂東市と解消していたことから、県道長里と坂東線と解消している。全線に車線で、比較的見通しのきく道路で、交通量は少なめで流れがよく、ほとんどの区間は追い越し可能である。道路は上層台地にあり、高低差もなく安定している。沿線に住宅も多いが、ほとんどは農耕地である。福音、曲線半径。 郊外その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。ABC 道路の区域決定茨城県法、郊外10月14日よりハット ABCDE、ついば県道路現況調書平成26年4月1日現在、県道路線認定茨城県法、郊外10月14日より、 道路の区域変更、共用開始、茨城県法、第5867号、P6、県道の路線名及び、整理番号の変更、茨城県法、第637号、ピアニッシモ、82、車両制限令の規定に基づく道路の指定、茨城県法、第1139号、ピアニッシモ、61、車両制限令の規定に基づく道路の指定、 茨城県法第1342号ピアニッシモ1112車両制限令の規定の基づく道路の指定茨城県法第1551号ピアニッシモ94県道の路線名の変更茨城県法第1758号 P19 車両制限令の規定に基づく道路の指定茨城県法第2168号 P9 道路の共用の開始。茨城県法第2469号 P9。車両制限令の規定に基づく道路の指定。茨城県法第2979号 P15。ありがとうございます。